ヒレトガリザメ科は、メジロザメ木に属するサメのトガの一つ。東部大西洋からインド太平洋の大陸側に分布し、100メートル以前の沿岸域に生息する。ほとんどの種は、小型で1.4メートルを超えないが、カマヒレザメは、例外的に2.4メートルに達する。楕円形の芽と、小さな噴水口を持ち、小柄にはオ、王オカがある。第一背びれは、 腹雪よりかなり前方に位置する。オひれシタバは発達し、常用の縁は波打つ。餌は小魚や無脊椎動物で、ヒレとがりザメ属は、等足類食に特化している。人を襲った例はない。四属八種が属する。カマヒレザメは、カマヒレザメアカヘミプリーストニーに、他の属は、ヒレとがりザメアカヘミゲイライニーに含まれる。原生種は、 カマヒレザメヘミプリスティースイロンゲイタ一種のみ。丸いホット非常に長いエラ、列を持つのが特徴。口は長く、中心線上には歯のない領域がある。下顎の歯は非常に長く、針状の先頭を持ち、口を閉じるとはみ出す。ヒレは強い釜型である。族のジュニアシノニムとして、ダイザドンクンシンガー、1871。 ヘタークギャリアスゴハーメイザー、1964? がある。ヘミプリスティースカーベイタスヘミプリスティース、セラなど数種の化石種が知られ、第3期には広い分布域を持っていた。原生種はカギハトガリザメコナガリアスマクロストマ一種のみ。下顎に長い針状の葉を持つのが特徴で、中心線上には葉のない領域はない。エラ列は非常に長く、 フンはくさび型。ヒレは鎌型ではない。化石種に粉がりやすアフィネスがある。フンは丸く、エられつは短い。口は短く、幅広い口を描く。葉の先頭は非常に短く、中心線上には葉のない領域はない。背びれ、腹筋、おひれシとバは強い鎌型である。一時期は九種が含まれていたが、他族に分割された。族のジュニアシニとして、 ニオガリアスホイットリー、1931がある。風は丸く、先端は少し尖る。えら列は短く、口は大きく、こう描く。上顎ご場の先頭は長く、中心線上には、葉のない領域はない。背びれ、腹気、おひれ下葉は鎌型でない。化石種は、パリガリアスプルケラス、パリガリアスアンツネシなど、ありがとうございます。